男の子なんだから泣かないの。もう少しでクリアだ。女の子なんだからゲームしてないでお手伝いしてね。生活の中で無意識に女の子だから男の子だからと声かけをしていませんか？このような声かけはその子の可能性を狭めてしまうかも。今回はジェンダーの視点で子どもの育ちを考えていきましょう。皆さんこんにちは。山梨の子育て応援番組子育て日記です。番組コメンテーターはミュージシャンの前田拓也さんと大竹香織子さんご夫妻です。よろしくお願いします。お願いいたします。そして解説いただくのは山梨県立大学名誉教授で心理学ジェンダー研究が専門の池田雅子さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ今回のテーマなんですが、はい、ジェンダーを考えるです、うん、ジェンダーの視点で子どもの育ちを考えていきたいと思います。前田さんと大竹さんは、うん、はい、ジェンダーと聞いてどんなイメージ持たれますか？難しいですよね、うん、なんか難しいことだなと思うんですけども、やっぱこの多様性を認め合うっていうことは、まあ、大事なのかなっていう感じは思ってますよね。はい、はい、うん、やっぱり一人一人考え方が違いますし、思いもそれぞれあるので、まあ、性別問わず年齢問わず、一人一人の個性を大事にして尊重し合えるような社会であってほしいなっていうのは思います、うん、確かにそうですよね、はい、池田さんにお伺いしたいんですけれども、はい、そもそもジェンダーという言葉はどういう意味なんでしょうか？うん、そうですね、身体的な違いに基づいた性別っていうのがありますが、はい、その他に男だからなんとかとか女だからなんとかっていうような性別に対するこう意識とか慣習が私たちの社会の中にありますね、でこれがジェンダーで、国の方は社会的文化的に形成された性別っていうふうに定義しています。今こう私たちの社会に見られる男と女の違い、ほとんどはこれまでの社会が作ってきたものです。だから作られたものだったら変えることができるわけですよね、うん、それでジェンダーっていう言葉が男女平等をこう実現するためのとてもこう有効な言葉として分かりにくいんですけど使われるようになりました、うん、一人一人の子もみんな違う、でその子たちが自分らしくこう生きていくためには自分の感覚を大切にして自分で考えて自分で選んで決める、でそういうことをこう尊重するっていうことがとても大事だというふうにね、思います、うん、で今私たちの社会にはまだ男らしさとか女らしさとかっていうのがね、うん、結構強固にあって、ね、でそれで子供を縛っちゃうとその子が持っている可能性の芽を摘んでしまうわけですよね、うん、やっぱり男の子だって、うん、あるいは男性だって、はい、泣きたい時には泣いていいし、困った時には誰かに助けてと言えること、うんうん、これはとってもこう生きていく上で大事な力だと思うんですよね、はいはい、そういった中でジェンダー平等のために私たちができることっていうとどういったことになるんでしょう？そうですね、まずその私たちが無意識に持っているジェンダーについての思い込みとか偏見ですね、これジェンダーバイアスというふうに言っています。でそれに気がつくっていうことが大事だというふうに思います。男の子だからとか、うん、女の子だからとか、うん、はい、女のくせにとか男のくせにっていうふうに、うん、自分が言われたり、うん、あるいは言った経験っていうのはありますか？振り返ってみると私小さい頃おてんばで結構活発だったんですね、だから親にはその女の子だからもう少しおしとやかにとか椅子に座るときに足を閉じなさいとか、確かに女の子だからっていう前置きで言われてた気がします。確かに昔ですね、音楽家を目指したいと僕は生まれながらに思ってた生まれながらに、はい、お母さんピアノやりたいんだって言ったら、男の子が音楽やるもんじゃないよ、ピアノ弾くもんじゃないよっ
って言われた記憶があって、その時は、まあ、ちょっと悲しかったですよ。結局音楽家に今なってるんですけど、だからねスタートがすごく僕遅くなっちゃって、大学受験でようやくピアノをやり始めて。確かに今考えれば、はい、あれもジェンダーバイアスだったのかなっていうのはありますね、こういうあの女の子はとか男の子はっていう情報がもう本当に小さい頃から、あの家庭のしつけとか学校での教育とか、それから子どもが触れるそのメディアで男性と女性がこうどういう描かれ方をするかとか、もう本当に身近なところでこうたくさんあって、これあの国の解説なんですけれど、脳に刻み込まれて固定観念となっていくというんですね。なんか恐ろしい。こちらの山梨英和カートメル子ども園では、この秋に池田雅子さんの研修会を受けて、ジェンダーに対する意識が変化したといいます。ピュア総合さんから配られた池田先生のジェンダーに対する講演会のチラシを見てから、先生たちの子どもたちに対する声かけが気になりだしました。例えばグループを分けるときに、男の子集まれとか、女の子行きますよっていうふうに言っていたのがとっても気になって、それはきっと悪気もなく無意識なんだと思うんですけれども、それがかえって怖いことだなっていうふうに感じました。実際に先生たちは研修を受けてどう感じたかな？自分が無意識に使っている言葉で男の子女の子といった区別するような言葉がけを使っているかもしれないと改めて研修を受けて感じて、自分自身を振り返ったり言葉がけをする際意識するようになりました。これからも子どもたちがさまざまなことを自由に選択できる環境を作っていきたいと感じました。変化したのは先生たちの声かけだけではありません。こちらの園では、これまで子ども用のトイレはピンク色の女の子と青色の男の子が目印になっていました。この秋からは新園舎になり、トイレにはあえてマークをつけていません。今まで自分たちの中で当たり前だったことを変えようという気持ちが芽生えてきました。保育者は子どもたち一人一人を認めて、生き生きと過ごせる空間を作ることが大事だなというふうに思いました。保護者も一緒に学び合えることが大切なのかなというふうに、まずは私たち大人が壁を取り払っていかなければならないなというふうに思いました。キリスト教保育の中で遊びを自由に選択できることを大切にしてきたんですけれども、改めてジェンダーの視点から遊びやお友達同士など隔たりのない環境づくりに心がけていきたいと思いました。あれですよね、無意識に何気なく使ってしまっていることって、多分今の生活を振り返ってもあると思うんですよね、そこやっぱ意識を持って自分で変えていく、大人たちが変えていくっていうのは大事なんだなって思いました、そうですよね。池田さんはいかがでした？そうですね、あの例えば男の子集まれとか、女の子先行ってとかってね、そういう声かけっていうのは、あの子どもたちをこう集団で動かすっていう時に、保育者にとってはとっても便利な方法なんですよね。でもあの子どもたちにとってはこう女と男は違うんだとかね、別々な存在なんだっていう意識を不必要にっていうんでしょうかね、いらないところでこう植え付けていく、あのそういうことになるので、あの私すごく嬉しいです、すぐ実践してくださったのが、他にも県内の保育園でこんな例も。20年前からジェンダーの視点から見た保育を行っている中央市のマミーキッズ子ども園で、以前教室内にこういったものが掲示されていました、これお誕生日の一覧になったものなんですけれども、園児の、ね、名前が書いてあります、ただ女の子はピンク系の色、男の子は水色の紙に名前が書かれているのが分かりますよ ね、そうですね。ちなみに今現在はこのようなお誕生日の掲示は行っていないそうです、で他にもありまして、
子どもたちの持ち物にも注目してみました。コップなんですけれども、うん、20年前の保育園の現場では、うん、女の子はピンク系の色が目立つ、うん、で男の子は青色のものが多くて、まあ、その違いがはっきりしていますよね、はい、こういった認識が当時は当たり前だったのかもしれないんですけれども、うんうんね、20年だった、まあ、現在どうなのか、はいはい、こちら見てみましょう、うん、あらねえ、結構カラフルになっていると思いませんか、ね、でもちろんピンクとか青も、ねうんはい、好きな子はそれを選んでいますけれども、うん、その他の選択肢を選ぶ子も多いような印象を受けますよね。本当色とりどりで、うんうん、この青だから男の子が使ってるとも限らないんですよね、うんうん、みんなそれぞれ好きな色をこれだけ選べるっていいですね、うんうん、あとあれですよね、ランドセルなんかも今はカラフルでね、うん、皆さん好きな色をね、うん、背負ってらっしゃいますけど ね、赤と黒だけではないですよね、うん、そうなんですよね、まあ、人によっては色のことなんてこう大したことではないっていうふうに、ね、思われるかもしれませんけれど、うん、こう女は男はという決めつけではなくて、うん、子どもが自分の好きなものを選べるっていう、はい、そのことがやっぱり大事だっていうことなんですよね、うん、女の子にもそれから男の子にも生きやすい、あのそれがジェンダー平等の社会なので、うん、それをこうプレゼントしてあげるためには、うん、私たち大人がこう何ができるかやっぱりあのみんなで考えていきたいと思います、うん、確かに子どもを、ね、しっかり尊重して当たり前だと思い込んでいた、無意識に思い込んでいた声かけとか、うん、ちょっと改めて見直していきたいなというふうにも思いました、うんはいうん、池田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。インフォメーション。県では子どもの健康や発達、友達関係について、また家族の子育てに関する不安や悩みなど子育て全般に関わる相談に対応する窓口カルガモを設置しています。昨年度はおよそ800件の利用がありました。相談員が電話相談、面接相談に応じ皆さんの子育てを応援します。相談は無料、秘密厳守で専門的な相談窓口も紹介します。まずは気軽にお電話をおかけください。毎年11月19日は山梨子育ての日。この日に合わせ社会全体で子育てに取り組む姿勢と子どもを取り巻く様々な立場の方々をイメージした紫、オレンジ、青、緑、ピンクの5色で県庁別館をライトアップします。これを機会に子育てへの関心と理解を深め、子育てをサポートしていく社会の実現に向けて取り組みを始めてみませんか。今回はジェンダーを考えるをお届けしました、うん、いかがでした。とっても勉強になりましたね、はい、やっぱ気づかないうちに、まあ、様々僕もやってたのかななんて思いもちょっとありつつですね、まあ、だけど自由選択ができるっていうのは本当に大切なことだと思います、うんはい、なんかやっぱり自分らしく生きていくために自分の思いとかそういう感覚を大事にして、うん、それを選択できるような生きやすい社会をやっぱこう作り上げていく必要があるんだなっていうのを改めて勉強になりました、うんはい。さて次回は兄弟子育てどう向き合う？とお送りいたします、はい、ではうちも兄弟いますんでね、とっても気になりますね、はい、我が家もです、はい、ぜひご覧ください、はい、それでは